はいどうも、ホワイトタイガーです。今回はですね、走行中に段差とかマンホールの上とかですね、そういったところをこう乗り上げるとゴトゴトとですね音がするスズキのアルトが入庫してきました。どんな状態なのかなと思ってですね、僕試運転したんですけれども音が発生しました。ゴトゴトですね。で、動画に撮れるかなと思ってですね、ちょっと嫁さん横に乗せてですね、ちょっと走ってきました。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、その模様をどうぞ。ちょっとですね、動画では分かりにくかったかと思うんですけれども、ごとごととですね音が発生しておりました。で、最後ですね、ハンドルを右左と切った時にここここごとごととですね音が発生しておりましたので、ちょっとですね、まあ、どこから音が発生しているのかというところですね、車をリフトに上げて下からですね、いろんなところをですねこう押さえたり、動かしてからですね、ちょっと音の原因を探ってみました。はい、リフトアップしてみました。でこちらがですね、まあ、左のタイヤ、左前のタイヤになるんですけれども、まあ、わだちを噛んだ時とかにですね、ゴツゴツといった異音が発生するということは、タイヤにですね、まあ、小さな衝撃ですね、タイヤが上下、左右といった時に音が発生するといったことになってきます。でタイヤ、まあ、ホイールですね、これが取り付かれている部品がですねナックルと言います。でこのナックルを支えている部品がいろいろあるんですけれども、下から支えているのがロアーアームです。はい、でこのロアーアームとナックルのつなぎ目、まあのところにですね、ロアーボールジョイントというものがついています。はい、ここもガタが出てくるとゴツゴツとかガキガキとかいったですね音が発生します。でこちらはですね、上側なんですけれども、この車両はですねストラット式になっておりますので、ストラット式だとですねこのストラットの上についているアッパーアーム、ここら辺にですね、まあ、ガタが出てくると、まあ、ゴツゴツとかゴクゴクといった音が発生します。でもう一つはですねタイドッドですね。はい、これ、ハンドルとですね、まあ、つながっていて、ここがですね、向こうに行ったりこっちに行ったりするとハンドルが切れるようになっております。でここにもですね、タイロッドエンド、のジョイントですね、ボールジョイントがついております。ここにもですねガタが出てくるとゴツゴツとかゴクゴクといったですね、音になってきます。はい、ちょっとですね、まあ、タイヤとか、まあ、各部品をですねちょっと揺さぶってどこから音が鳴っているのか確認してみましょう。はい、それではですねタイヤをちょっと動かしてみましょう。まずはですねタイヤを上下させてみたいと思います。いきます。はい、今のところ音鳴ってないですね。タイヤを上下させるとですね、まあ、下のロアアームとかあとはですねアッパーマウントにガタが出ている場合はこれで音が鳴るはずです。鳴ってないですね。はい、続いてはですねタイヤを右左してみましょう。タイロッドのところがですね動いていくと思います。ちょっとストラットの音がうるさいですね。これガタありますね。どこが動いてるのかな。あー、はいはい、わかった。
はい、これガタが出てます。はい、まあ、タイヤをですね左右にガブると音が発生しました。異音が発生しました。まあ、あのステアリングのどこかしらで音が鳴っているというのはですね、明らかですので、どこから音が鳴っているのかというのをですねちょっと確認してみたいなと思います。ちょっとですねサイロットをですね上下にガブってみます。します。今上下にガブっているんですけれども、タイロッドエンドのところにはですね、ガタはありません。で次にですね、ラックとタイロッドのところですね、ガブってみます。わかりますかね。わからないかな。はい、タイロッド本体が動いているわけではないですね。ちょうどラックとタイロッドのところ、ここにもですねボールジョイントついています。おそらくここの型だと思います。こっちはどうかな。右もですねちょっとガブっていきたいなと思います。あ、こっちはですね、ああガタはないけど若干手に感じますね。音は出てませんけども、僕の手にちょっときます。ただし、こちらの報道でもないですね。異音の原因はおそらく左のラックと、タイロッドのここのボールジョイント、ここにガタが出ている。はい、この型ですね。はい、原因はここのラックとですね、タイロッドのボールジョイント、まあタイロッドですね、タイロッドが、まあ、悪いといったところですね。はい、音の原因がですね、左側のタイロッドに原因があるということは分かったんですけれども、まあ、あの左側だけですね、純正部品と交換してもいいんですけれども、右側もですね、触った時に、僕の手にですねちょっとコクコクともう違和感がありましたので、まあ、あの左右交換するのであればもうまるっとですね、ステアリングラックを、まあ、リビルトカーなんかでですね交換した方が、まあ、早いかなと思いました。もちろんですね右も左も、純正部品のタイロッドで交換してもいいんですけれども、まあ、あのどうせならですね、リビルト品が安くありましたので、今回はですね、ステアリングラック丸ごとですねリビルトと交換してみたいなと思います。それではどうぞ。はい、それではですね室内からいきたいと思います。まずはですねステアリングを中心に合わせます。綺麗に中心合わせてください。こんなもんかな。はい、それからですね足元潜っていくとここにですね黒いカバーが見えます。この黒いカバーを外すとですねよいしょ、はい、こういったですね、まあ、ギアの連結みたいなところが見えます。これはですね、下から立ち上がっているのがギアボックスから伸びているピニオンギアのシャフトになってきます。で、上側がですね、ステアリングコラム、ハンドルですね、から伸びてきているシャフトになってきます。これがですね、いわゆるインターミディエイトシャフトですね、インタミシャフトと言われているものですね。はい、ではですね、ちょうどですねここを、切りますので、1ギメですね、中心がどこかというところで、1ギメをして、ここのボルトを外すようにしてください。はい、インタミシャフトのですねボルトを外しました。上からはですねこれだけで大丈夫です。あとはまたリフトを上げて下からの作業となります。はい、それではですね、タイヤをですね右と左、外していきたいなと思います。タイヤが外れました。ここに見えるのがラックになります。向こうまでずらっとありますね。で今からですね、このタイロッドの、エンドと、まあ、タイロッドを結ぶですね、ここで、ここのナットを緩めてですね、このタイロッドをねじっていけば、タイロッドエンドとタイロッドが外れてきます。
で、ここのですね、山の、数ですね、あとはまあ溝の数、どちらでもいいんですけれども、ここをですね最初に、調べておくと、取り付けた時にですね、まあ、ある程度のアライメントは取れると思います。はい、ここの山の数か溝の数ですね、これを事前に数えておきましょう。向こう側ですね、左側も一緒です。はい、ここのナットをですね、緩めましたので、あとはですねパイロット側を緩めていけばこれが伸びていって最終的には外れてくると思います。はい、タイロッドエンドとタイロッドが外れました。これで、ね、右側もですね、同様に外していきます。はい、右側もですね、タイロットエンドを切り離しました。はい、でですね、このステアリングラックはですね、このメンバーですね、に取り付かれています。1本と向こう側に1本、それとここに見えるボルトが1本と向こう側に1本ですね。合計4本でこのステアリングラックはですね、取り付かれています。で、この状態でですね、まずこのステアリングラックのボルトを緩めておきます。それで本来ならですね、このメンバーですね、このメンバーを下ろしてそこからラックをですね取り外すんですけれども、このメンバーを下ろすとなってくると結構大変になってきます。いろいろ切っていかないといけないからですね。はい、ですので今回はですねちょっとセオリーではないんですけれども、このメンバーですね、メンバーを少しずらして下側にちょっとずらして、どちらかの隙間からラックを引き抜くといった方法でですねラックを取り外してみたいなと思います。はい、ギアボックスからのですね立ち上がりの、まあ、カバーですね、これ外しておいてください。で、ステアリングのですね、4つのボルト外しました。ネジロックが塗られているのでちょっとですね、硬かったんですけれども、今ですね外したのでこういってガクガクの状態ですね。はい、こういうガクガクの状態です。あとはですね、まあどちらでもいいんですけれども、まあ、こちらの方向にですね、まあ、ずるずるずると抜いていきたいと思います。はい、ステアリングラックですね、外れました。はい、これからですね、リベルト品と交換していきたいなと思います。はい、新旧並べてみました。これが今車両についていたやつですね。で、こちらがリベルト品になってきます。形が同じかどうかですね、取り付ける前に確認してください。それからですね、こういったロックナットですね、付属されていませんので、これはこちらの方に移設するような形になります。あとはここら辺は大丈夫かな、大丈夫ですね。あ、これですね、この、まあ、ステイというか、はい、こういうのもですね、移設するような形になります。で、もうふにゃんふにゃんの状態です。もうナック、タイロットがですね、はい、こうやってもうふにゃんふにゃんの状態です。こっちはもうガッチガチです。もうこう、よいしょ。はい。こういった状態ですね。もうこういう風な形でコトンってなりません。はい。しっかりと綺麗に型もない状態という形ですね。なので、もうこっちが、もうガッタガタの状態でしたので、ただこっちもですね、型は手の方にしてたんですけども、ゴトゴトはしてなかったんですけども、まあ、はぐってみればこういった状態ですね。はい。もうこれだと時間の問題になっています。はい、それではですね、ロックナット移設してですね、こういったステー取り付けて、今度車両の方に組み付けていきましょう。はい、ステアリングラック取り付けました。まあ、取り付けたというかですね、入れただけです。カバーも下しましたので、今からですね
このステアリングラックがまだ動くうちに、室内からですね、インタビューシャフトの取り付けをしたいと思います。はい、インタビューシャフトですね、取り付けました。まだですね、ボルトは締めなくて結構です。下のですね、ステアリングランクがしっかりと固定されてからですね、取り付け、ボルト取り付けと本締めされてください。で、この時点でですね、ステアリングがですね、綺麗に真ん中向いているかどうかですね、確認しておいてください。はい、ステアリングラックですね、取り付けました。左側に2つボルト、もう1つ向こう側にあります。で、右側に2つボルトですね。はい、ネジロックが塗られていましたので、取り付ける時もですね、ネジロック塗られていた方がいいと思います。はい、それではですね、ステアリングラックを抜くために、このメンバーですね、メンバーを少しずらしておりました。どこが意味わかるかな。ここがわかるかな。はい、ですね、今ステアリングじゃなくて、落ちてます。メンバーがこの分だけ落ちてるからですね、メンバーを支えながら、ジャッキかなんかでですね、支えながら、しっかりとですね、メンバーのボルトを取り付けていきたいと思います。はい、メンバー取り付けました。今ですね、正常な位置に戻りましたので、今からですね、室内に潜ってですね、インタビューシャフトとですね、ギアボックスから立ち上がりのピニオンギアですね、シャフト、これを取り付けていきたいなと思います。はい、ギアボックスからの立ち上がりのシャフトと、先ほどですね、突っ込んだインタビューシャフトですね、これがですね、取り付けられる位置まで来ます。溝がですね、はい、あとはですね、外しておいたカバー取り付けて、室内の方は終わりです。はい、それではですね、ステアリングラックのタイロッド、それとタイロッドエンド、これをですね、組み付けていきます。で、最初にですね、自分が決めた位置までですね、取り付けると最初の位置に戻りますので、それであってもですね、アライメント調整ですね、ハンドルがまっすぐで、ちゃんとまっすぐいってるかどうかっていうのもですね、ちょっと確認しないといけないんですけれども、とりあえずはですね、自分が、示しておいたですね、ところまで取り付ければいいと思います。で、これをですね、今からタイロッドをくるくる回していくんですけれども、ここのですね、結合の部分、このシャフトとゴムですね、の部分が硬すぎる場合があります。その場合はですね、このブーツがこうねじれてしまって、最終的にこうねじ切ってしまう場合がありますので、ここはですね、様子を見ながら回してください。もしもですね、やっぱりこう硬すぎる場合はですね、これ一回ピン外していただいて、中に、シリコン剤とかですね、を塗ってあげると滑りが良くなりますので、それだけで全然回っていきますので、ここだけはですね、注意しておいてください。はい、タイロッドとタイロッドエンド取り付けました。自分はですね、ここ山の数で、測っていたので、同じように取り付けました。はい、今からですね、タイヤをはめて、アライメントですね、アライメントといっても、トーインの調整、それからハンドルがですね、まっすぐで、まっすぐ走っているかどうか、確認して、ずれていればですね、調整と、いう形になってきます。それではタイヤをはめていきましょう。はい、それではですね、ちょっと試運転行ってきます。
がだったでしょうか、ちょっとですね動画では、音が消えたかどうかがやっぱり分からなかったかと思います。まあ、僕もですね、隣に乗っていた嫁さんもですね、あ、音消えたなということで、まあ、感じておりましたし、まあ、ハンドルを右左に切った時にですね、ごとごととした異音がなくなっておりましたので、まあ、音の原因はなくなったかなと思います。で、まあ、どの車両でもですね、発生すると思います。あの定年式、10年とか14、5年ぐらい経ってくるとですね、まあ、マンホールの上とか段差を乗り越えた時にゴドッゴドンと音がすると、いうことであればですね、まあ、タイロードエンドに限らずいろんなところからですね、音の発生する可能性はありますので、一度ですね、いろんなところを触ったりしてですね、まあ、点検されてみてはいかがでしょうか。まあ、うちではですね、このラックですねのイオンっていうのはスズキ車ですね、10年とか14、5年経ったスズキ車に多いかなと思います。もうこれはうちでの話なので、あれなんですけれども、まあ、もちろんですね、どの車種でもどの車両でもですね、起こりうることなので、まあ一度ですね、まあ、わだちを乗り越えた時とか、段差を乗り越えた時にゴトッゴトッとしたイオンが発生した場合はですね、一度点検されてはいかがでしょうか。はい、今回はですね、まあ、段差を乗り越えた時にゴトッゴトッと音がするスズキのアルトを原因探ってみたらですね、ステアリングラックとタイロッドですねの連結部分から音が鳴っておりました。まあ、タイロッドが原因なんですけれども、今回はですね、まるっとリビルトでステアリングラックを交換してみました。ありがとうございました。